はいさい、沖縄の鈴木です。さーってと、昨日作っていた倉庫、もう夜の間とかね、頑張ってこんな風になっちゃいました。ちょっとどっからだと分かりづらいな。ちょっと寄ってみよう。はい、なんかね、まだまだ作りかけって感じなんですけれどもね、結構でかい倉庫になっちゃったな。はい、倉庫だけじゃなくて、まあ、反対側にはね、かまどとかいろいろと用意して、まあ、この辺りでいろいろ作業ができるようにとしていってるわけですけども、まあ、今日はね、この続きをやってきます。けどはい、貯めた資材をもとにまた壁を作ったりとかね、やっていかなきゃなんないこといろいろあるね。しかしはなんだ、ずっと淡々とこればかりやってると動画としては面白くないんじゃないかななんて思ったりもするわけっすよ。どうなんでしょう。まあとにかくね、少しずつ少しずつ、思いっきりなんか拠点ができちゃってきていっちゃってるんで、なんか壁が真っ平らで気持ち悪いな。なんか 前の拠点見たけどちょっとね、丸くしていくのもいいんじゃないかななんて思ったりもするんだけど、どうだろう。まあ、とりあえず一番最初の拠点ということで、まあ、こんな感じでやっていくけれども、でちょっとね、木が足りないから木を植えて、どうしようかな。ただちょっとやっぱり動画としてはこれはしばらく面白くないんで、多分なんだ、動画としてでない仕込みの間にもう少しね、ある程度作っていっちゃおうかななんて思っておりますが、とりあえず周りのね、塀を囲むぐらいは仕込みでやっちゃおうかなとか、なんてことを考えております。畑も潰そう、潰すべきものはどんどん潰して、もう少しやりやすいようにしていこうと思うわけですな。でこうやって、ちょっと湧き潰しとかも甘くなってる部分があるんで、これもちょっとやっていかなきゃなんないな。一体ね、まだ完成形がどういう風なイメージになるかっていうのを全然考えてないんですよ。なのでもう思いついたまんまパッパッパッパと作ってっちゃってるんで、まさかこんなでかいものになっちゃうとは自分でも思ってもいなかった。こうやって周りの、風景とか
見ながらどういう風に作るか、うん、本当に考え込んでおります。これいらないから潰そう、鍛冶屋潰しちゃいます。太陽の面絞ってないんだな。後で作ろう。しょうがない。あ、つるはし壊れた。ちょっと上から全体像を見て、悩む。こんな感じにしよう。ちょっとね、今全然思いつかないんで、本当にどういう風にしたらいいか、ご意見募集中でございます。どうしようかな。マジで思いつかないぞ。というわけで、ちょっとね、今回こんな感じになっちゃいましたけれども、どういう風に作ったらいいか、ご意見募集中です。よろしくお願いします。それではまた。